こちら、葛飾区亀有公園前発出所亀有公園前派、発出所亀有公園前発出所は、秋元治の漫画作品。こちら、葛飾区亀有公園前発出所に登場する架空の発出所である。亀有公園亀有駅北口交番、発出所は、連載が1回から登場している、本作品の最重要舞台であり、両面主要メンバーの勤務先である。しかし、 義母シ家が経営する長官脱子本店が登場した頃より、両津が行動する主な舞台は、発出所と長官脱子の2カ所となった。このストーリーの多重化により、発出所でのシーンが減っている。亀有公園は、東日本旅客鉄道常磐線、亀有駅北口付近に実在するが、発出所は存在せず、作品中の設定である。作品の設定では、 亀有公園前発出所は、関7通り沿いに位置している。亀有駅北口にある、亀有警察署亀有駅北口交番が、作中の発出所のモデルとされることもあるが、亀有警察署ホームページでは、亀有駅北口交番が、アニメに登場する交番に似ていると記載しているが、当作品とは記載していない。また、当作品公式サイト、こち亀 .com でも、 同交番が紹介されているが、観光名所としての扱いであり、モデルとは記載していない。また、郵便局の計らいで、宛名に、東京都葛飾区亀有公園前発出所、両津勘吉様と書かれたファンレターが作者の住所に届いたこともあるという。また、1994年7月から、実際の発出所は、交番と故障変更されたが、 今更タイトルの変更はできないという理由により、タイトルも作品中の表現を発出書のままである。なお、作品中で一度だけ、亀有公園前交番と表記されたことがあり、これを見て怒った両津が、この漫画のタイトルはどうなるんだ。コミックスの表紙をすべて直すと一体いくらかかると思っているんだ。と部下の中川慶一にあたり、しまいには、わしは認めん。 交番の文字をマジックで二重線を引いと消し、その上に発出書と書いたことがある。もしこの発出書が実際に存在したと仮定した場合の正式名称は警視庁亀有警察署亀有公園前交番である。亀有公園内に設置されたロキゼット2011年1月から2月亀有公園内に映画こちら葛飾区亀有公園前発出書撮影用の ロケセットとして発出所風の建物が設置された。亀有公園前発出所は、警視庁、新葛飾警察署の管轄であり、亀有公園の外苑沿いの公園敷地内に立っている。班長は、連載開始から現在に至るまで、一貫して、大原大二郎巡査部長が務めている。配属の警察官の総人数は不明で、一回の勤務に就く警察官の人数は、 1> 第1話ごとに都度変化する。建物自体はそれほど大きくない平屋建てで、発出所の事務室、休憩部屋、台所などに分かれており、24時間交代勤務ができるように建築されている。事務室には事務机が2つ置かれているが、入り口から見て、左は両津、右は秋元、カトリーヌ、玲子が事実上占有している。ただしロッカーは、 書院の人数分設置されている。また、休憩部屋には、テレビやパソコン、マージャンやトランプ、花札などができる小つ台などが置かれ、食事や仮眠、そして書院同士で遊ぶことができるようになっている。また、両通のテレビゲーム等、死物もたくさん置かれている。なお、発出所の右には、柵で囲まれた屋外スペースがある。また、 発出所の建物はよく破壊されるが、破壊された発出所は連載の時間では治っている。また、手抜き工事のため土台ごと建物すべてが盗まれたこともある。また破壊された発出所がその巻中に、いつの間にか治っていることもある。なお、両津が発出所の周囲の土地を地主から中川に譲らせ、 人工海浜プールとしたこともあり、さらに、発出所が警官に合わないとして、大原不在時は発出所を海の中に沈める追加改造を施したこともある。また、一時期は発出所の隣に、ダメ太郎たちロボット警官が勤務するロボット発出所が設置されていた時期がある。作者曰く、作品の幅が広がるのではと思いロボット発出所を建てたが、 実際は発出所が増えて良かったというはがきは一通も、来ず、ロボットが出てくると、下町情緒がなくなりムードが壊れるという苦情が多かったという。また、ロボット発出所の次は都心に住めない貧乏な大使が発出所の反対側の隣に大使館を建てるという話もできていたが、前日の通りロボット発出所が不評だったため、執筆できなかったという。結局ロボット発出所は、 二度の改装を経て、最終的にはさらちになった。後に一時期のみではあるが、通天閣所の別館が、発出所の隣に建設されていたこともある。亀有駅付近に設置された、敬礼量産、増亀有公園にある、看板書き三名は、非常勤書院である。作品中で明確に発出所勤務とされているのは、 主要メンバーの7名及び準メンバーの3名であるが、作品の中ではこれ以外にも、1話限り完結の単発書員も多数存在し、中には複数回再登場する書員もいる。富士テレビトリビア普及委員会、トリビアの泉平の本読講談社、2004年。実際の亀有公園は、間7通り沿いにはなく、公園の位置、園内施設等も、作品中の設定である。 テンプレート、キュートウェブハットテンプレート、キュートウェブ、ハットジャンプコミックス第三十四巻作者コメント、警察法の一部を改正する法律により、警察法第五十三条第五項の規定の中の、発出書が、交番その他の発出書に改正されたことによる。なお、交番その他の発出書という規定は、発出書の中の代表として、交番を掲げているのであり、発出書のすべてが、 交番になったわけではない。交番でない発出所としては、丸の内警察署公共前警備発出所東京湾岸警察署隅田川水上発出所などがある。第89巻、中川の交番日記、野巻タイトルでは、葛飾区亀有公園前発出所となっているが、実際の発出所は、特別区の管理下にはないため、葛飾区という表記が、 発出所名称に入ることはないは、警視庁の各警察署に管轄される。ただし、地理的名称として村駐在所とする場合がある。一回だけ、三丁目発出所の応援班長として、亀有公園前発出所を離れたことがある。三丁目発出所では両津がいなくて楽ができると思っていたが、常識知らずの若い署員に辟易し、帰ってストレスになった。一方、 大原の代わりに、亀有公園前発出所に来た手持ちしか巡査部長は、金言実直な大原と違い、マイペースでいい加減、物忘れも激しい人物で、いつもサボっていた両津は、大原の代わりに、普段の数倍の量の仕事をこなす羽目になった。治るまでに数週間もかかったのは、火事と爆発及びミサイルの誤作動トラブルの3回、だけである。実際の発出所の長は、 連載中の1993年1月に、所長と呼称することになったもともとは、寺井の補欠で登場。本来は新括司課所交通課所属だが、発出所を管轄する地域課に出向し、亀有公園全派出所での勤務となっている。アニメ版では、交通課に勤務している実際の警察組織では、交通機動隊は、警視庁、道府県警察本部の交通部の下部組織であり、 本来は警察署に交通機動隊は配置されない。ありがとうございます。